世界から痛みをなくす。どうも、整体師児玉です。今回はですね、本日正しい椅子の選び方、座り方についてお話していきたいと思います。デスクワークを頑張られているあなたに、知らないと損する本質的な健康のお話をしていきたいと思います。そもそも、いい、高価な椅子を選べばいいと思っていませんか？残念ながらそれは間違いなんです。正直椅子なんてほぼほぼいいとか悪いとかないです。何でも構わなかったりします。高ければいいとか、人の体のことを考えて作られたとか、いろいろありますけども、そこに本質はないんです。今回はですね、本当に本質的な椅子の選び方、座り方についてお話をしていきたいと思います。この内容を知っておかないとですね、損してしまいます。正しく椅子に座れないと、腰痛や肩こり、体の不調を起こしやすくもなりますし、もちろんお仕事のパフォーマンスがぐっと下がってしまうことにもつながります。ただでさえ仕事っていうのも辛いものなのに、さらに辛くなるようなことをしてても毎日毎日楽しくないですよ。だからこそ今回の動画の内容をしっかりと知っていただいて、損しないようにしていただければなと思います。今回の内容はこんな感じでまとめています。それではやっていきましょう。まず最初にお話していきたいのは、どんな椅子でも意味がないというお話をしていきたいと思います。実はどんなにいいとされている椅子に座ってようが、痛みというのは必ず出るんです。これは体の本質である、人間というものはそもそもじっとするためにできてないんです。あなたもですね、今からよーく思い出してみてほしいんですね。あなたは映画館で 2,3 時間映画を見ました。その時に腰が痛くなったり、肩が凝ったり、なんか体がそわそわしたりしませんでしたか？旅行に行くときに飛行機に長く乗りました。乗ってるうちにどんどん足が腫れてきて、まあ腰も痛いし体も痛いし、もうやってらないっていう思いしたことないでしょうか？よっしゃ、今日は休日だ、12時間、いや14時間ぐらい寝てやるぞと思ってずっと寝てたんですけど、長く寝れば寝るほど痛くて体がバキバキになって寝てられないみたいなことないでしょうか？ありますよね。このように人間というものはじっとすることが苦手なんです。じっとするために作られていないんです。人間というものは動くために作られているんです。つまり動物だということですね。だからこそどんなにいい椅子を買おうが、その椅子を使おうが、痛くなるもんは痛くなるんです。じっとしてれば。私ですね、一応整体師という形でお体を見させてもらってるんですが、患者さんでこういう人結構多いんですよ。何もしてないのに痛くなっちゃったんです。逆です。何もしていないから痛くなるんです。だからこそまずあなたに知っていただきたいことは、じっとするということは体にとって毒だということを理解していただくこと、またそれを理解してもらった上で、1時間に1回は体を起こして歩いたりストレッチをしてみたりだとかして、固まった体をほぐしてあげてください。それだけで十分痛みが出なかったり、仕事のパフォーマンスを上げることなんか簡単にできますよ。では次にお話ししたいのが、1秒でできる5ステップ、正しい座り方をご紹介していきたいと思います。ご用意していただくものは、このような背もたれがまっすぐの椅子と、クッションもしくはバスタオルを折りたたんで、これぐらいの厚みにしてみてください。もし椅子が背もたれがまっすぐじゃないという方は、極力まっすぐのものを選んでいただければ大丈夫です。ではこれはですね、正しく座れるかどうか実感していただきたいということもあるので、まずは体にとって悪い姿勢を一緒にとっていきましょう。悪い姿勢というものは、お尻を前に出して背中の真ん中ぐらいで背もたれにもたれて、首が前に出ている状態です。これね、一見楽なんですよね。よくやりがちの姿勢です。しかしこの姿勢が一番長持ちしません。この姿勢が一番良くないです。では、正しい姿勢をとってみましょう。正しい姿勢どうやるのかというと、1秒でやってみますよ。はい、それでは行きます。はい、正しい姿勢はこうです。はい、たったこれだけです。これだけで OK。本当に体のね、楽に座れる実感が持てるのと、体がどしっと安定して
動きやすい感じ、リラックスできる感じ、力が抜けている感じが実感していただけるんですね。ではこの姿勢5ステップでどうやっていくのかお話ししていきたいと思います。まず1つ目、足の裏をしっかりつくようにしましょう。ペタッと地面につくようにします。2つ目、膝の角度は90度です。3つ目、股関節の角度も90度です。4つ目、背もたれにお尻がつくぐらいしっかり後ろに引いておきましょう。5つ目、クッションを腰のところに入れてあげてください。これをしてもらうだけ、これをたった1秒で実践していただくだけで正しい座り方が実践できます。こうするとね、体が安定している感覚を持てます。体が楽に座れている感じが持てます。無駄な力が入っていない感じが理解していただけます。実感していただけるはずです。ぜひ悪い姿勢といい姿勢比べてみてもらって何度も実感してみてください。必ずこの姿勢がいいねって思っていただけるはずです。なので正しい姿勢っていうのはたった1秒でできます。5ステップですね。足ついて、膝曲げ、股関節曲げて、お尻をしっかり後ろまで引いてあげて、背もたれにクッションを入れてあげる、たった5ステップです。しかし最低限椅子選びについて分かっておいてほしいことがあるんですね。それをご紹介していきたいと思います。最低限椅子選びで必要になることは2つ。1つは足がつくぐらいの高さの椅子を選ぶこと。2つ目は背もたれがまっすぐなものを選ぶようにする。たったこれだけで痛みだったり体の不調をきたさずに長く楽に座れる椅子の選び方になります。では最後まとめていきたいと思います。まず最初、本質として正しい椅子の選び方、座り方というものは正しい椅子なんかございません。正しい椅子選びをする時点でそもそも間違えていますよと。人間というものはじっとすることが苦手なようにできていますので、1時間に1回は立つようにしましょう。では正しい座り方はどうしたらいいのかって言ったら、1秒で5ステップですね。足をついて、膝を90度、股関節を90度、お尻を背もたれにつけて、腰のところにクッションを入れてあげる、たった5ステップ1秒でできます。これで長く楽に座れる椅子の座り方です。そして椅子選びも最低限気を使ってください。2つ気を使ってください。1、足がつくようにすること。2、背もたれが極力まっすぐなものを選ぶようにすること。たった2つで結構です。これだけ選んでるのはどんな安い椅子であろうが、高い椅子であろうが、何でも結構です。お好きなものを使ってください。この動画の内容をぜひともすぐに実践してみてください。それをするだけであなたのデスクワーク人生が180度変わることをお約束します。痛みに苦しまなくてもいいです。体の不調に苦しまなくてもいいんです。正しく座り、正しい椅子を選んでいただくことによって辛い毎日を本質的におさらばすることができますので、今回の内容よかったらやってみてください。そして今回のようにですね、私は健康を本質的にお話をするということをさせてもらってます。もしよかったら他の動画を見ていただいて、チャンネル登録や高評価ボタンの方もしていただけると嬉しいです。またですね、腰痛にお困りのあなたはですね、腰痛を根本的に治すための無料動画というものを作らせていただいています。 YouTube では公開しておりません。またこの動画を見ていただいて実践していただくことによって、根本的に腰痛を治すことができたというお声もたくさんいただいております。もしよろしければ概要欄のところ、コメント欄のところにリンクを貼っておきますので、こちらから飛んでいただいてメールアドレスを登録していただくだけで結構ですので、覗いてみてください。ということで今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。